はい、ポンちゃん。そして、ジャン君。ポンちゃん。はい、ポンちゃん、ポンちゃん。はい、持ち上げた。はい、持ち上がったね。はい、はい、はい、ジャン君。ジャン君も持ち上げよう。無理だった。逃げられた。おはようございます。さあ、朝ですが、お風呂を入れて入って、今日はライブに行きます。10曲歌います。ポンちゃん、またお留守番ですけど、よろしくお願いします。お二人で楽しくやってるよね。だね。久しぶりのお留守番です。ジャン君もお願いします。よろしくね。よろしく。まだあるけどね。今まだ朝で午後だけどね。それまで楽しく遊びましょう。ポンちゃん、もう出かける30分前なんですけど、つい今しがたまで33度の部屋にいましたね。うん、いましたよ。頼むからこっちの部屋で涼んどいてもらえるとありがたいんだけどな。なんか心配になっちゃうからさ。窓閉めたからもっと暑くなるんじゃない？風通し悪くなって。こっちにはジャン君もいるし、ジャン君はちゃんと冷房のあるところで寝てるよ。そうだよ。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、あ、ポンちゃん、ワンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、ワンちゃん、あ、はい。私たちは、あで、あで、あで、仲良くして寝てるかな。はい、いいですね、そこ。はい。はい、とってもいいです。そこ涼しいもんね。いいね、じゃん、パンちゃん。さあ、じゃあ、今、よっしゃ、お化粧をして出かけます。クロケンは、ソフトモヒカンを少し立たせました。立ってる？ここだけね、根っこのとこだけ、うん、こんなことをするような人になりました。ポンちゃん、今日はね、そんなに遅くなく帰ってこれるかなと思います。夕方ぐらいでは終わるのでね。え、夕方から始まるんだから。4時から6時まで。その後多分夜 の, あのディナーの時間になるでしょ、うん、それまでに撤収っていう感じだ。変な顔して見てます。はい、発声練習できました。あとは喉痛めないように。悲しみを数えきれないけれど、その向こうできっとあなたに会える。暑い、真剣に暑いです。今日はちょっとですね、ここに今しまいましたけど、ステップとあとはこれね、このギターのスタンド、両方おしゃれにしたいので木製にしましたが、重かった。結構歩くのが辛いっす。はい、頑張って T シャツを売って電動アシスト自転車買いたいです。はい、ジャン君。ジャン君はおじちゃんがヒーヒー言いながら帰ってきたので逃げてしまいました。この中です。さあ、これをよいしょ、片付けなきゃ。うん、いや、行っちゃったし、中はもういいのかな。
ます。もう眠いです。はい、やっとジャン君が出てきてくれました。安全確認してからご飯を食べて、そしてまたゆっくり寝るのかな。何ですかこれは。豚の貯金箱。実はですね、今日、ライブ出演して投げ銭スタイルっていうやつ初めて体験しました、うん、ほらギャラもらっちゃった感じです。初めてだな、ギャラね、うん、むしろ払う方が多いのにね。どうもありがとうございます。誰にもありがとう、あの現地ではありがとうって言ったんだけど、お客様にありがとうございます。どうもありがとうございます。視聴者の皆さんどうもありがとうございます、ね、そういうことで何これ。何ボンちゃん。はい、こちらもいただき物です。このジュースは何？ジンジャーエールって書いてあったよ。おお、大好きじゃん。ジンジャーシロ。なんかすごいいい感じのやつだね。炭酸飲料。うん。なんだか。なんかおしゃれ。高級な感じがします。めっちゃおしゃれ、綺麗。ありがとう。そしてきんぴらごぼうのお菓子、これもうちのうちもうじいちゃんとばあちゃんだね、こりゃね。3人いるからちゃんと3人入ってて、ね、そしてスープカレーラーメン、珍しいやつ、初めて見たかも。あ、でも日清なんだ。あ、そう、このね、あのこのくまさんのやつは私もなんかいくつか買ったことあるんだけど、うん、スープカレーは初めて見たかも。この間さ、カップヌードルの激辛みたいなやつ、うん、めっちゃ辛かったね。めっちゃ辛かった。僕あのいわゆる一流ブランドは冒険しないと思ってたんだけど、最近冒険してきてるな。このカレーもちょっとどうでしょうか。不思議。そしてうまかっちゃん、香ばしニンニク、ニンニクとうまそう。そしてもこうポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんがダメって言ってる。うまかっちゃん、何香辛味。うん、ちょっと失礼。あ、でもあれだね、細片麺、いわゆる豚骨とかではなくてなのかな。あ、でも白いね。九州の味ラーメン、豚骨かな。のそうだね、濃い感じなっていうことね。そして細麺、ね、90秒だって。そうなんですよ、めっちゃ短い。昔四ツ谷にね、なんとかラーメンっていうのがあって、極細で、うん、お返ししますし。はい、どうも。まだまだあります。おやおや、ポンちゃんまだあるってさ。そしてそしてまだあったの。よいしょ。あ、はい、濃密の焼き芋で、はい、もこれうまかった。美味しかったよね、はい、すごいよ。もう一回もらってしまいました。はい、ありがとうございます。美味しかったです。うん、これねポンちゃんのおもちゃもあったよ。はい、よかった、ね、これはよく投げるタイプのやつね。そうね、あとお魚もあったのよ。はい、ポンちゃん、よかったね。ジャン君が投げるのよね。でね、なんかね、うん、マスク、ほうほう、マスク、なんか柄がついたマスク。え、これはどうやって取るの。これは、あ、これついてるんだ。マスクにプリントがされていて、うん、猫になるのかな、これ。ヒゲっぽいね。これは何かな、なんかアクセサリー。1個出してみるしかないね。はいはい。お、なんだろう。ちょっと引っ張ってた。あ、猫だ、やっぱり。あ、猫だ。にゃんこです。あ、にゃんこ。ポンちゃん、ジャン君っていうイメージかな。白いこと。白にゃん、黒にゃん、はい、お、かわいいです。しかも、なんとか風のやつですね。そうですね、はい、日本国推奨なんとか風のマスクです。なんとか風なんだよ、俺免罪符って頭の中で音がしちゃう。免罪符じゃないよ。あの悪いことをした時のなんか、なんだろう、免罪符。
が頭に浮かんでしまってもうダメです。不織布、あ、不織布思い出した、はい、でこれは何だろう、これ、これもついてるのはあれかな、マスクにつけるなんかチャームみたいなかな、これここについてるから、なんか最近あるよね、はい、そういうのね。次行こう、次行こう、だいぶ時間をかけております。あ、これはもしや、あー、見たことある、これ見たことある。期限が迫っていたので慌てて買った。ふ、あ、なんだっけ、すずり。すずり。すずりのやつでしょ。すずりのやつじゃないけど。あの、そうかもね。ね、すずりの人のやつに似てる。あの、ちょっと開けてみようか。あるよね。うん、この人の絵もあるね。ちょっと見て。すずりで、うちも注文1枚出しているんですけれども、こう着た感じとか、かなり良さそうだね、これ。そうかな？あ、サラッサラじゃん。なんか、あの、伸びが、なんか、伸び伸びするやつだよ。いい T シャツだ、これ。すごいなんか、あ、やな。気持ち良さそうだよ。皆さん、すずりの T シャツ、これはなんて言えばいいんだろうね。なんか別のやつかも。あ、違う？あ、こうなってるね。ニューリスティング発車。スズリじゃないのかも。スズリじゃないね。でも、あ、失礼しました。スズリとは関係がありませんでした。でもこの、そうなのよ。この絵よく見るなと思っていたね。この人はあのラインスタンプもいっぱいやってて、うん、これ同じ人だと思うんだけど。でもこれありがとうございます。まずはスズリ関係なくこの T シャツすごいなんか手触りが涼しそうだし、気持ちよ、うん、いいけど。なんていうの、シルクの手触りみたいな感じ。シルクではないと思うけど、はい、シルクだったら大変みたいな。そうね、うん、ということでもう一個、これはシャツですね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか白シャツそういえばなかったね、今ね。いいよ、いしょ、うん、だいぶ前に買ったやつしかないです。冠婚葬祭にシャツが、あ、なんかついてる。あら、ジジだ。冠婚葬祭にジジだ。あ、ほんまや、冠婚葬祭。あの、右脇腹を手で隠しながら、数珠を持てばいいんじゃないか。そういうことじゃないでしょう。黒だからいいんじゃないの。でも可愛いね。可愛いね。これ今度のプリントの参考にさせていただきます。可愛い。あのね、表面にでっかいプリントで、尻尾が後ろにちょっと巻き込んでるみたいなのが作りたいんだけど、なかなか難しい感じなんですよね。裏と思って別版になるので、うん、そんな話はいいんだよ、うん、どうもありがとうございます。豪華に並んでしまいました。ね、そしてポンちゃんずっとポンちゃんがここに、はい、これでお礼の代わり、お礼、お礼、はい、それでですね、ライブをやったレストランですね、ジュディーズダイナーだったと思います。そちらのオーナーからこれピーマンいただきました。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。帰りがけにね、いただいちゃったんで、取れたてっぽいとかそういうことかな、なんかそんなことかな。どうもありがとうございます。ありがとうございます。なんかあそこの人、はい、あのお野菜いっぱい置いてあったもんね、うん、お店にね。なんか不思議な一日でした。